どうもコミです。さて本日は関西グラクラクラブからお届けしてまいります。グラン対セリーグからですね。皆さん調子どうでしょうかね。僕ね、序盤戦だいぶつまずいていて、まあ、そのね、つまずきの様を、ちょっとまあ自分の反省も込めて、ちゃんと振り返っておこうと思ってね、動画こう回してるんですけども、ちょっとね、今風がまた引いてしまって、喉の調子ちょっと良くないんで、ガラガラ声でね、聞きにくかったら申し訳ありません。さて、ですね、今日話ししたいのは、ノバですね、スーパーノバ、バルーンをクローンでバッとこう増やして、一気にその、一定の区画の中を、なんて破壊しまくるみたいな、まあ、そんな風な戦術です。名前聞いてわかる人は、まあいいと思うんですけども、わかんなくてもね、動画見ていけば、この戦術かっていう風に多分気づいてもらえると思うんで、まずは一本見ていきましょう。で、このノバっていうやつなんですけど、クローンがね、不発に終わるケースがめちゃ多いんですよね。そこを今日、どうしたらいいのかっていうところ、お話ししていこうと思います。これね、僕、自分が失敗したんですよ、これ。失敗して、で、なんで失敗したのか、めちゃくちゃね、何度もリプレイ見返したんですね。したら、致命的なミスをしてました。これをね、ぜひ、この学びを共有したい と思ってね。というか、自分に対する戒めがね、だいぶでかいんだけど。どんなプランでいくかっていうと、対空砲すごくイージーに折れます。これ、ロケットバルーンで潰していってですね、こっちからドラゴンを一気に出していきますね。まあ、スーパードラゴンです。ドラゴンですね。で、この部分からキングとクイーンを、投入していくっていう感じのプランですね。こういう風に投入していく。で、この辺は全部ノバで潰します。こっちの、クロスボウと投石をノバで潰すことによって、歩いていくヒーローたちっていうのが、やられずにちゃんと最後までこう歩き切ることができる。そこを狙ってますね。この辺のテクニックに関しては、カリーさんとね、生放送をした動画が僕のアーカイブ残ってますね。そこ見てほしいんですが、問題はここ。はい。クローンを落とすんですけど、このクローン見て、このクローン。最後のさ、このクローンさ、何の仕事もしたいの分かります？全然バルーン増えないの。で、おかげでさ、ここの部分がかっつり残っちゃって、ドラゴンは、ね、ほら見てください、これ割れていくわさ、ヒーローは撃たれるわさ、クイーン落ちちゃうし、もう、こうなったらダメですよ。ひどいありさまだよね。で、これでも 80% まで伸びるっていうことは、きちんとこの部分潰すことができていれば、多分ね、これ前回までいたと思うんですよね。まあ本当にね、なんでなのかなっていうところを、まあめちゃくちゃ反省しました。でね、まあ最後に見てもらいながらですね、どういう風にじゃあクローン打ったらいいなというところもね、次の、リプレイ流すときに見ていきましょう。絶望だよね。本当に。なんかね、やっぱり、その、リーグに入る前に、ずっと、レジェンド僕、中華式で回してたんですね。ペッカスパ率で回してたんですけども、なんかね、やっぱそれも、前回率がやっぱ花火よりも低いなっていう風に思って、で、まあ、リーグは花火に戻そうと思って、スパドラを解放したら、花火が刺さる最中があんまなかったから、じゃあまあ、ノバでいこうかなと思った結果がこれですね。まあ、そういうね、気持ちに迷いがあると結構ね、プレイが乱れたりするんですけど、やっぱね、そこで、不安を持っちゃダメですね。自分はいけるっていうふうに思って、強い気持ちでやっぱり、その、なんていうかな、押していかないと自分の背中をどんどん。なんかね、やっぱり、取れるものも取れないというか、そういう気持ちの面で、うまくいかないかもしれないっていう自分のその心の声に負けてしまうのが、まあ、僕よくあるスランプの形ですけどね。はい。まあ、プランとしては、だからこれ多分良かったと思うんですよ。問題はクローンを落とす位置。もうね、呪文の打つ場所に、そのさっき言った心の弱さがめっちゃ現れてるんで、ここね、ゆっくり見ていきましょう。ここまではね、自分で言うのもなんだけど、結構完璧です。綺麗に決まってますね。キングとクイーンもちゃんと、狙い取るこの壁の中に入っていっているので、いい感じなんですよ。クイーンを入れる、キング入れるために、ここもちゃんとこうカットしてるじゃないですか、こういう風に。で、行くんだけど、はい、ここ。見てください、これ。ここね、まずこれクローンと、突撃艦の位置関係見てほしいんですけど、突撃艦が落ちるのここですよね。クローンの位置関係こういう風に打ってるんですよ。わかりますかね？これ突撃艦が、落ちる真下に、1個目のクローン打ってるんですね。これダメですよね。全然ダメ。突撃艦が落ちた時に、ここに落ちるんだったらクローンはこうかけるべきなんです。こういう風に。こういう風に乗せるべきで、しっかりと自分がクローンを重ねて持っていきたい方向に、クローンを寄せてあげなきゃいけないのに、ビビっちゃって、クローンに乗らないことビビっちゃって、こんな風にど真ん中に打ってます。これ、ダメですね。こういうところを本当に、
不確定要素が少ないところはきっちりと自分のテクニックでアドバンテージ取っていかないとやっぱ良くないと思うんですよね。まあ、少なくともそういう風に目指していくべき、できるできないはね、その二の次だとしても。で、こっからですね、何が起こるかっていうと、はい、これ見てください、こうなってくるんですよ。で、ここで気にしなきゃいけないのはこのクローン、はい、このクローン、今ね、こういう風にクローン打ってるんですね。こういう風に、こういう風に、これちょっと丸の大きさがね、あれだけど、こんな風にクローン打ってるんですよ。で、何がいけないかっていうと、2個目のクローンと3個目のクローンって防衛施設の上にちゃんと乗ってないんですよね。わかりますかね。バルーンって防衛施設をターゲットするじゃないですか。だからそこに向かっていくんですよ。そこに向かっていった時にクローンに乗るっていう流れが本来必要なはずなのに、防衛施設がないところにこうクローン打っちゃってですね。まあ、この最後の1個のクローンが一応このクロスボウにかかってるんだけど、かかってるんだけど、でも、なんていうのかな。バルーンの動きをよく見てほしいんですけど、ほら、これ、投石の上には行ってるじゃないですか。でも、クロスボウの上に行ってないんですよね。行ってないから、このクローン無駄になっちゃうんですよ。じゃなくって、バルーンたちが、ここから、バーッと増えていくんだったら、ここで増えたバルーンっていうのは、基本こういう風に向かっていくんですよ。で、ここには行かないんですよね。クロスボウには。何でかというと、クローンから位置が遠いから、一番手前にある投石機、ここにある投石機を壊してから、次に、こういう風に、クロスボウに行きます。なんで、バルーンがまずクローンで向かう施設はどこなのかってちゃんと見極めて、その向かう施設の上にクローンを打つ。つまり今回で言えば、ここね、ここの投石機があったんだったら、ここの上にかかるようにこう打たなかったら、バルーン乗らないじゃないですか。そこの、打ち方っていうのがすごく甘かったんですよね。はっきり言って適当にこの辺に打っとけばいいだろうって思ったんですよ。それじゃダメなんですよね。ちゃんとバルーンが向かう防衛っていうのがどこなのかっていうこと、このクロスに向かう直で向かうのか、それともこういう風に、投石を経由してからクロスに向かうのか、どっちなのっていうね。今回の正解っていうのはこっちではなくてこっち側でしたよね。という、クローンの打ち方っていうのをしっかりやっていくべき。なんとバルーンが向かう防衛の上にクローン乗ってる。これ超大事です。これね。今まで成功してきた人もいると思うんですけど、なんかね、失敗することもあるなっていうふうに思ってるんだったら、多分その成功っていうのはたまたまそこにテスラが入ってきて、クローンの方にバルーンを誘導してくれるとか、あとはバルーンがちょっとこう長生きしてうまいこと、奇跡的にクローンの上に乗っかるとか、エアスイーパーに吹かれて乗っかるとか、そういう偶然でうまくいってるケースっていうのは結構あるかもしれないんで、まあ、僕と同じね、鉄を踏まないように気をつけてもらえたらいいかなというふうに思っているところです。で、うまくやってるのがね、やっぱり姫さん、みやびのあれかな、みハート A ハート I かな、なんかみやび赤ってのを持ってらっしゃるんで、多分それですね。で、姫さんのアタックなんですけど、これがね、ちゃんと、今言ったところができてるんですよね。突撃艦が行くじゃないですか。で、トーンも当てていきます。で、ここにクローンをね、こう落としていきながら、ほら、ちゃんとこの辺の防衛の真上にクローンが行ってるでしょ。だから確実にクローンにバルーンが乗っかるんですよ。当然そうなんですね。防衛施設があるんだからそこに向かいますよね。向かえばクローンがあるんだから自然に増える。で、まあそういう感じなわけですよね。きっちりとヒーロー側の防衛を壊しているんで、見てくださいね。これ、アージャークイーンと、キングがほぼダメージ食らってないんですよね。防衛からダメージ食らわずにゴリ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 押していくんですよ。でもこれが結果的に前回につながるムーブになっているわけですよね。やっぱりここだよな。自分のその、なんていうのかな、ノバに対する理解の、低さだったり、その、ま、クローンの、打ち方にね、現れるその気持ちの弱さっていうところが、ま、こういう差につながっているのかなっていうところですかね。うまいですね。ロイヤルチャンピオンもまだ能力ここで残していて、で、アーチャークイーンも黒く残している。完璧なノバですね。素晴らしく、速くて強かったっていう。はい。ぜひ、こういうね、形で、クローン打つ場所っていうのを真似してもらえたらというふうに思うんですけども。で、最後に一本ですね。見ていきましょう。これ。秋風さんがやっている、シューターからのドラゴンっていうのも結構強いです。で、シューターを使った方がいいパターンっていうのを、使った方がいいっていうか、使えるパターンっていうのは、これね、シューターでここ削るんですけど、
クロスボウがないんですよね。クロスボウがないから、まあ、この辺っていうのはシューターがダメージを受けずに基本無双できる領域です。まあ、罠とかテスラはチェックするべきなんだけど、それさえ気をつければ、ちゃんとここは集団が削れるというところで、今回はシューターを選択してますね。で、もう一個はね、これ乗ってやろうと思うとちょっと厳しいんですよね。クロスボウの位置関係的に、ここにクロスボウがあるでしょ。で、防衛軍がここにクラン城があるから、どうしてもヒーローはこっち側を歩かせざるを得ない。で、そこに対してノバを当てるってのが難しいんですよね。タウンホールにクロスとかが隣接しないと、そこにこうクローン打ちにくいんで。まあ、というところでですね、今回は、アキさん、ノバではなくて、シューターの選択が僕は結構、刺さってたんじゃないかなっていうふうに思いますね。正しい選択というか。きっちりシューターで、くじ側削っていきながらキングクイーンで一字側を削っていて、この間の部分ですね、このゾーンにドラゴンを通していくって感じですね。こういう風にで、ドラゴンなんですけど、スパドラバも単体でタウンホールを狙えるユニットなので体力が高いですからね。なんでそこの利点を使ってゴリ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 押していきますね。はい、っていう形でこのまま前回まで突っ走ります。まあ、こういう回廊系を取るときにはノバっていう選択肢と、まあ、スパドラを使うんだったら、ね、こういうシューターからのスパドラっていう選択肢2つあるので、まあ、いずれにしても、クラン城があるそのクラン城の守備範囲のエリア、防衛軍を釣っちゃうエリアにキングとクイーン、まあ、ロイヤルチャンピオンもそうですけど、これを入れないようなプランをまず考える。で、考えた時に、シューターが使えるのかな、それともノバの方が強いのかなっていうあたりの、まあ、選択をこうしていきながら、最終的に攻め手を選んでいくっていう順番でこう考えていくと、割と、まあ、ミスが少ないかなというふうに思います。まあ、僕ミスってますけどね。思いっきりミスってますけど。はい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 。まあ、もう次はね、ミスんないぞと、まあ、この動画を撮りながら心に誓っているところですね。というところで、どうだったでしょうか。まあ、今回はね、回廊に対するスーパーノバ、クローンの打ち方というところをね、中心にお話をしてまいりましたが、まあ、最後一本ですね、シューター式というのも混ぜていって、まあ、トータルで、まあ、スーパードラゴンにおける回廊の攻略の仕方という形でね、お話をさせていただきました。私のチャンネルこんな形で、クラン対戦の解説系の動画中心にやってます。タウンホール14、今回話をしましたが、13、12も、幅広くこう扱っておりますので、動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をしていただきながら、これからもどうぞご視聴よろしくお願いいたします。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。